皆さんこんにちは、モタラットつくばです。今回は新しく出ました R1250GS ですね。 RD とかロードスター RS にも今後装備されるこのエンジンについてのちょっと解説です。今現行でユーロ4という排気ガス規制がありまして、将来的にまた厳しくなるとか、そのあたりの兼ね合いもありまして、このエンジンは、考案されたようです。このそうですね、上から吸って排気するという方式はこの水冷ボクサーからレイアウトがこう変わりました。で今回このローカムとハイカムといって、そのですね、エンジンのその出力を変える機能がつきました。こちら、右側のこの部分ですね、シフトゲートというもので、この部分を油圧アクチュエーターというもので、こう制御していくというものです。実際これアニメーションですとこうゆっくり見ないとちょっとわからないので、これでちょっと作成した次第です。はい、これで今切り替わりました。時間にして100分の1秒前後だそうです。はい、はい、でこちら、低速カムの時には、実際バルブの駆動がこうですね、こうずれてこういくというところもちょっと見逃さない点です。ちょっと漠然と見てるとこう見落としがちなんですけど、この部分もあります。そしてちょっと前後するんですけど、カムチェーンがサイレントチェーン、エンジンのそのいわゆるフリクションサウンドですね、音をなるべく軽減するものも同様今回採用されてますね。なかなかこうエンジンの中身を現場でこう見ることはちょっと今後すぐではないと思いますが、やっぱりこう改善してるという感じでしょうか。はい、これで結局そうですね、5000回転ぐらいで今度上のカムにこう切り替わっていくという感じになるんですけど、この切り替えの部分に関してはほとんどもう切り替え瞬間わからないと、今の技術はもうそこまで進んでおりますので、あくまでもこれは本当低速トルクの増大とあとマックスパワーの増大を両方両立させたエンジンだと言えると思います。はい、こんな感じですね。はい、でハイカムの方は実は同時にこうバルブが動く感じで、こちらはなるべく効率を本当優先している感じでしょうか。はい、他にも結局クラッチがアンチホッピングクラッチとか、そのあたりで、やっぱりこうそうですね、こう走りを安定させる機能が、随所にこう、こう付属している車両です。まず現車ちょっとご覧になっていただいて、場合によってこうそうですね、今後試乗とかご案内してるかと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。